ステップ3。他のプロトコル。いくつかの,のプロトコルはと発明されてるんですけれども、複数をちょっと紹介したいと思います。そんなに長くは説明できないことになってるななんですが、まあ、とりあえず紹介でぐらいでいいと思います。まずは、メジュメントベース、メジュメントオンリーベースと Blind Quantum Computation なんですが、これが、えっと、京都大学の森前先生と 大阪大学の藤先生が提案した手法です。それから、こっちだったら、完全にはサーバー側にはユニバーサルリソース状態を用意してくれるのなんですが、これがまあクラスターステートですね。それから、それがそのステートを全部サーバー側からクライアントには送りますが、それがまあキュービットバイキュービット、各キュービットになってるんですね。 そして、クライアント側には、自分で選んでいる適切な規定で測定しますが、こういう状態になっているんですね。サーバー側には、この強大な量子も連れの状態を作ることになっているんですが、各キューベットをクライアントに送って、クライアントで測定して、それから自分の中には、行いたい計算次第には、 測定する規定を選んで、そして先のステップで説明したと当りには、次の測定する規定をアップデートすることにします。それから、blindness、非特性のことなんですが、これが証明することの地面になってるんですね。そして、これ、まずはその通信が片方だけになってるんですね。 それから、そのクライアントが何にもデータを、情報を他の人には伝えないんですね。自分の中だけでは、その測定規定を決まって測定して、そしてそれが、外には伝えません。まずは、それが、えっ、ー、と、インテグリティも、もうその完全性も守れることにはなってるのなんですが、 クライアントが、サーバーがちゃんと用意して、ステート状態を用意してくれたかどうかを確認するためには、まあ、割と簡単でしょう。基本的に一つの命令だけには、このぐらいの大きさのクラスター状態をお願いします。とのは伝えるだけなんですね。クライアントからサーバーへ。それから、えっと、 手法としては、ステビライザーメジャーメンツをやりたいと思いますが、このマジュアとしては、ステビライザーという用語は、数回くらいは使ったんですが、それがちゃんと説明してないので、今回にはちょっと、数学的な説明はちょっと必要になると思います。まずは、そのステビライザー操作なんですが、 複数キュービットのオペレーターになってるんですね。それがパウリのオペレーターになってるんですが、それがまあ今回には K と呼びましょう。そしたら、この Psi の状態は、K の操作にはステビライズされてることなんですが、K×ψ イール Psi の状態だったら、これが、Psi が にスですが、これが、えっと、それの場合には、それが、ψ が k のプラス1のアイゲンステートになってるんですね。それがこういうベクトルになってるでしょう。簡単に,言うには、それは皆さんご存知だと思いますが、神経代数と,としては k、k×ψ=ψ だったら、k は行列で、ψ がえっとこういうベクトルになってるんですが、本当は、 このところにはかける固有値なんですが、その固有値がプラス1になっているので k、k サイコサイ、イになっているんですね。そして、えっと、グラフ状態なんですが、各、えっと、各キュービットあたりに,には、ステバライザーがあるんですね。これが、えっと、J のキュービットがある、えっと、グラフステートになっていると,と、その小文字の G の,のステバライザーがあるんですが、 各キュービットあたりには、まずは自分の,のところには、キュービット J のステビライザーが XJ、そして、他の隣接しているキュービットのところには ZI をかけます。つまり、これが、えっと、キュービット J のステビライザーになってるんですが、自分のところには、えっと、キューット自分のキュービットとしては X をかけて、 他のつな、えっと、がっているキュービットには、えっと、Z のゲートをかけることになっているんですね。例えばこれが2キュービットの状態なんですが、グラフステートは大文字で G で書いて、これが大文字の KetG2 になっているんですね。そしてそれが2キュービットになっているので、これが、えっと、2つの,のステビライザーがあるんですね。G1 のステビライザーは X1、Z2、そして スタビライザー G2 が Z1X2 になってるんですね。これが g 1かけるケット大文字 G2 イコールケット大文字 G2 になっているし、同様に小文字の g 2かけるケット大文字 G2 イコールケット大文字 G2 になってます。 これが4キュービットの例なんですが、その4キュービットの例は、まあ、この場合にはお文字の G4 と呼んで、4つのキュービットありますから、4つのステバライザーがあるんですね。よく見ると、X1、X2、X3、X3 にはそれが斜めになっているところなんですが、各キュービットのステバライザーになっているんですね。 キュービット1のステ a b ライザーと,としてはそれが X1、残りのキュービットは Z2、Z3、Z4。つまり、4つのキュービットにはこのゲートをかけるな,なら、えっと、X、自分の X のキュービットには、自分のキューベットには X かけて、他のキュービットには Z に,にはかけると、最初のステートに戻すようになりますので、これがキュービットステーブえっと、 状態をステーブライズされて、いいると言いますさてそれがまあ、すごく簡単な説明なんですが、多分、おそらく他の量の子計算、量子情報についての,のえっと授業で、そういうステーブライズの,のことは説明してあると思いますが、 特にはそれが誤り訂正についてはすごく重要な概念なので誤り訂正を勉強するためにはそれが必ずそれが勉強します。ですがそういうステビライザーのことを使って C の状態を確認するためには使いたいと思います。そしてそれが小文字の g j かける C イル c まあつまり、この場合だったら、bra c, g, j, ket c にすると、それが c と c の内積になるでしょう。で、c と c の内積は必ず1になりますので、これが割と、本当にクラスター状態だったら、そのステビライザーのメジュメントの固有,固有値を 測定すると必ずプラス1が出てきますね。で、その、あの、ステビライザーと言ってたんですが、その、こういう値を測定することは、それがステビライザーメジュメントと言いますね。その、ステビライザーメジュメントとしては、それが、えっと、効果には説明しないなんですが、それが、えっと、簡単な回路で出てきますので、検索すれば、えっと、わかるようになると思います。 さて、例としてはこれが大きなクラスター状態の上になってるんですが、一つのステビライザーなんですが、例えばこの赤いキュービットには X があって、隣接しているノードにはすべてには Z にかけられるでしょう。そしてこの5つのキュービットのステビライザーの固有値を測定すると、プラス1が出てきます。 さてこ、れこれがあの知っている前提としては、それが、その情報を使って、最初の,のクラスターステートになっているかどうかを確認するためには使います。それから、それがサーバー側には複数のクラスター状態を用意していただいて、一つはちゃんとした計算を使うことにはするなんですが、 他の、えっと、クラスター状態を Verification、それは確認するためには使います。さて、それが,が、えっと、メ r e m メ n トオン l y の,の MBQC だったんですが、次にはハイブリッドプロトコルを説明したいと思います。これは、えっと、クライアントが自分でリオシキュービットを用意して、サーバーに送ることには、それは BFK の前提だったんですが、 今回にはそれが、えっと、リモートで用意したいと思います。それから、その、クライアントとサーバーの間には、えっと、ベルペアはいっぱい、あの、作りますが、そして、クライアントの持っているキュービットを測定する、測定します。そうすると、残っているサーバー側のキュービットが,が、えっと、用意したかった状態にはなると思います。 そうすると、それが、えっと、クライアント側に測定する規定なんですが、これが、先の BFK プロトコルを説明したときの、の、えっと、ブロック級の XY 平面、つまり赤道のところには、えっと、規定を選んで測定して、それが、相手のキューベットの様子が、えっと、状態を変わります。そして、角度は、その BFK のプロトコルと一緒になってるんですね。 そうすると、その後、そのままあの一般の,の BFK の,のプロトコルをあの行うことができます。この場合だったら、Bell State を作って確認することになっているので、フォートン腰のロススとしてはそれが問題にはなりません。まずはそれが、えっとそのクライアントのサーバーとはえっと必要なとキュービットの数をできるまでは、 そのベルペアを作ることは繰り返すことになるでしょう。そしてこれがメジャーメントオンリーの、先の説明したメジャー,ンオンリーのメャーントオンリーのプロトコル。測定するだけのプロトコルとしてはそれができないことになっているんですね。さて、もう一つの説明したいなんですが、二つのサーバーを使いたいプロトコル。それから、 クライアントは完全にはクラシカルになってるんですね。自分が、えっと、ビーシ子コンピューターの上には、あの、一、一気な、えっと、量子計算をやりたいなんですが、自分がクラシカルなデータ、クラシカルな,な,なインターネットしか持ってない場合には、できます。そして、2つのサーバーにはつながることにしなければなりませんが、 えとこれがハイブリッド、先の説明したハイブリッドプロトコルに似ているものになります。まずはサーバー1とサーバー2の間に,には、えっ、ー、と、いっぱい量子しもつれを作ることにするなんですが、サーバー1のところには、先の説明したリモート状態を用意する手法としてはそれを行います。そしてそれがサーバー1のところになっていると、 サーバーギア2のところには、このキュービットは知られてない状態になっているので、サーバー2のところとしてはこれが完全混合状態になっているんでしょう。それからサーバー2のところには BFK のプロトコルを行います。そうすると、サーバー1とサーバー2を使って、それが秘匿な量、えっと、子計算が行っているなんですが、 まあ、自分のところから古典だけにつながってるんですね。ですが、一つの大きな問題があるんですね。サーバーとサーバーの間には、その利用しもつれを作ってから、その後、古典の通信が,が禁止になってるんですね。完全にはバツやっちゃダメ。そうすると、と今日サーバー1とサーバー2には古典の通信やって協力して、 その行ってた計算がの,の情報が,が漏れてしまいますが、まあ、例えばサーバー1とサーバー2を別々の会社か,から、えっと、借りる場合に,に,にすると、まあ、その会社が,がとデータ、情報を,をシェアしたくないと、と一般の,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 あの視点なのかもしれませんので、 そうすると、そのコンペティションで競争になっている会社だったら、まあ、なんとかなるかもしれません。さて、あの、いろんな前提になっているのなんですが、さっきの説明したことには、それが、えっと、通信は必要であの、禁止になっていることは必要なんですが、それから、2台のサーバーと、 大容量劇的な大容量の,大容量の,の、えっと、ベルペアを作らなければなりません。あるいは、サーバーはいくつかいっぱい用意して、各サーバーでの必要な量子もつればそんなに数は必要な,ないにな,になります。で、これがどっちかには選びます。 それから、これが、まあ、その、先の説明したとおりなんですが、その、公転通信が禁止になっていることは、それが必ず証明することは難しいんですよね。まあ、短い計算、短い時間だったらいいかもしれませんが、が永遠までにはそれが,が行っていませんとの証明はちょっとしにくい。そして、これが、いくつかの、あの、 ひ桁量子計算の拡張版、拡張手法としては説明したんですが、えっと、次にはちょっとあの実証実験については説明したいと思います。